おはようございます。ティラタ申します。ドラゴンクエストタクトです。久しぶりの収録だね。はい、なんで今回撮ったかって言いますと、まあ、こちら、ポチッと押すというのが早いかな。イベントポータル、こちらね、ドラゴンクエスト3の、イベント、ゾーマが出ることとなりました。私ね、ゾーマといえばね、いろんなゲームでね、苦汁を飲まされています。はい、結構好きなんですよね、ゾーマが。そもそも結構ゾーマが好きで、ゾーマが出るって聞いた時に、あ、めっちゃ欲しいって思ったわけですよ。まあね、別のね、スクエア、別のスキャバットとかいうゲームにはね、とんでもない金額を使いました。はい、参考にこちらの映像をご覧ください。ゾーマを出すまでの金額、3万3500円。というわけでね、タクトでも出たということで、これは引くしかないなってわけですよ。じゃあジェムいくつあるんだって。今100個って書いてますね。こちらプレゼント見えるかな、825って書いてます。こちらね、見てくださいよ、かなりあるんですよ。つまり今日これを全部解禁してゾーマを引いてみたいと思います。いや、ガチャ爆死動画ですよ皆さん。みんな好きでしょこういうの。じゃあ83ページあるんで、これ全部受け取ろうと思います。これを続けます。いきます。勝負の時が来た。はい、受け取り終わりました。39,850個です。まあ、ちょっとね、ツイッターのリブランの皆さんにはね、投稿及ばない数値あるんですけどね、まあ、軽く100連できるってことですね。はい、で問題はなんですけど、このドラゴンクエストタクトには、天獣システムっていうのがないんですよ、よくある。よくあるガチャです。これだけ回したら好きなもんが一つもらえますよっていうのはなくて、このスカウトナンバー一体確定ってだけであって、天獣システムではないんですね、これ。なんで、どうしてもね、ゾーマが出ない可能性って実はあって、ただ、僕ゾーマ好きなんで、引いていきたいと思います。こういうソシャゲで界隈でよくあるんですけど、やる気のないやつほどね、理想のモンスターが出て、やる気のあるやつほどね、ちゃんとしたモンスターが出ない。これドラゴンクエストタクト S が 3% なのが問題で、まあね、こうなるんですよね。いや、でも出た !A 出たよ !A 出たのすごくない ?A でね、10% なんですよ。A は 10% なんで、まあ低い方なんですよね、確率としてはね。はい。もう銀のやつがばっか出てくるのが当たり前なんで、このあたりをね、悲しんだりね、しながらね、どんどん引いていくわけですよ。もうこのあたりもうさすがに引いてるって。A とかはあんま僕持ってないんだけどね、A が 10%、S が 3% っていう壊滅的な確率なんで、ちょっとどうなんかなっていう感じがしますね。じゃあどんどん飛ばしていこうぜ。もうこのあたり別にみんなもういつも見てるんでしょ。常設の C とか B とかもう見飽きたっしょ。わざわざこの画面で出さなくてもいいと思うんで、すっ飛ばしていきたいと思います。さあ来た、 A は何になるの。そうそう、 A 何になってくれるんですか。エースケくん、いいね、エースケくんは強い。ようやく3体目かようやくエースケくん3体目か。なるほどね、はい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 。じゃあどんどんやっていこう。これね、今 A 出たからいいんですけど、 A すら引けない可能性ってめちゃくちゃあるんですよ。もう結構皆さん爆死画像 Twitter で送ってるんですけど、このドラクエタクトって悪い文化っすよ。お、光ってる。A は出てるね。A は出た。まあ、A が出るだけ儲けもんですよ。正直、ゾーマ欲しいなって思ってるけど、A、まあ、ゾーマ欲しいんだけどな。こんだけ貯めたんだよ。俺も貯めた方だと思うよ。Twitter の GO のものの皆さんには投稿呼ばないけど、俺を貯めた方だと思うんすよ。時々、このゲームって S の確定チケットみたいなのが手に入って、チュートリアルとか最近のイベントでも。まあ、それで手に入ったぐらいなんだよね、僕って。だから、あんまりガチャ運は基本的にね、僕がやるゲームは良くない。正直言うと。正直言うと僕のガチャ運はあまり良くない方です。はい。なんでね、こう、爆死の画像を今ね、見せながら話してるわけですけども。まあいいんじゃない？結構このタクトのいいとこってさ、ガチャの画面が短いことかもしれませんね。さあ来たよ、A の確定枠。どんな感じ？誰？エースケくんなんだな、これが。まあそれはそれで嬉しいんだけどね。おー、すごいじゃん、4突じゃん、エースケ。やる、すごいじゃん。やばいね、ステータスがいい感じになってきたんじゃない？いい感じにステータス高え！ 311 だって素早さ。
おー、でも A は出るね。このゲームって、A の最低保証とかないです。10連だから A 確定だよ、みたいなのはないんですよ。なんで、実は 10% をちゃんとこうやって引けてるってことは、意外とすごいことなんですよ。意外と、皆さんちょっと他のガチャゲーとかで勘違いされる人も多いかもしれないんですけど、確定枠ないんで 10% をこうやって引けてるってすごいことなんですよ。だからそんなすごい中で 3% を引くって時点でもう、えれえこと言ってんですよね。はい。これ、なんか爆死でもありそう。A 出てるだけすごい方なんだけどなぁ。A 出りゃ儲けもんだろう。A の確定枠ですね。A の確定枠って違うわ。ごめん。誰？ニューだったわ。持ってねえけど。え？あ、来た！見て！見て！光ってる！タクト光ってるよ！え？タクト光っ、え？あれ？モンモのタクト、モンコのタクト光ってない？だいぶ。これ、来るかもしんない。これね、ガチャの演出が結構いろいろあって、タクトが光るとか、周りのこのスライムベースのに、あの数とか、そういうのでちょっと変わってくるんですよ。ただ今回ちょっとね、実はこの桃子のタクトがだいぶいい光してるんで、もしかしたら S 出るかもしんない。で、そうでなくても今 A 以上の確定枠が2体いたんですよ。これ結構熱いぞ。ゾーマ頼むぜ。でもゾーマの確率どういくつだ？うん。あ、来た！虹だ！何？ゾーマ、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 うわぁ！来た。え？いいんだ、そんな子だっていいの。見て！ 80 連できたの羨ましい。すげえ。来ちゃった。嘘でしょ。あれ、ボツにします？あれ？ボツにします？この動画。すいません、この動画ボツにします。いやいや、こうやって出ちゃったら逆にボツになるじゃん。どうしてやったー、すげえ出ちゃった。まさか出るとは。 S の確定アベレージは120なんだけど、打率的には悪いんですけどね。エースケやった。エースケごとつじゃん。え、最強じゃん。お前ごとつしたよ、エースケまで。いいのこれ。え、そんなことあっていいの？え、俺もガチャ終わっていい？俺もガチャ終わっていいな、ここまで来ると。まさかのゾーマ来てしまったのかな。え、ボツにします、この動画。マジでちょっと待って。あれ？やべ。これ案件なんバレる。やべ。やべ、これもしかして、みんな動画視聴止まっちゃったよ、もうほら。出ちゃったから動画視聴止まっちゃったじゃん。ほら、もう止まっちゃうじゃん、動画視聴。引けちゃったんだよな、まさかの。引けてしまったことによってさ、もう動画視聴止まっちゃったよ、きっと。もうここでみんな動画視聴やめるよ、これ。うわー、やっちゃ出た。出た。もうこの S ラン確定まであと、まあ、18000ジェム使うんで、それだけ、まあ、やっていこうかなって思います。見どころは追っちゃいました。ごめんなさい。もう、先に謝っとくわ。この前 ?3% だよ。3% の中のさらにゾーマ引いてんだから、すごい方なんだけどな。A 枠です。はい、6凸目です。できないんだな、6凸は。出るね。全部銀をまだ見てないんだよな。いつも俺裏でやってたらさ、全部銀なのに。出るね、意外とね。すごいことなんやんな、これマジで。びっくりするよ。ねえ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 。死神貴族本当に出るね。どうなってんのこのガチャ。死神貴族しか出ねえんだけど。もういいって。ねえ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 。エースケ、今回何の体出た？ 6 体出ない、出てない君。出た出た、この画面。出たよ、この画面。皆さん、お待たせしました。この画面です。10% とか低いもん。
もん。A ですら 10% は低いからな。で、S で 3% でしょ。これが当たり前なんですよ。カマエルの言葉を借りると言うならね。ですが、ご主人様、それが当たり前なのですですよ。皆さん、お待たせしました。ようやくこの画面で、この画面、僕の動画でこの画面が見れました。いやー、よかったですね。逆に安心したわ。待って、虹色ない？え、虹色ある？え、嘘、虹色ある？いや、待って、待って、虹色ったよ、今。虹色まであったけど。やばくない？ちょっと待って。ここ熱いな。これでゾーマ来たらどうする？死ぬか。何来んの？あー、こいつもピックアップの方ですね。これゾーマガチャで A ランクルバックのボストロールですね。はい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 。まあ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 、いいよいいよ。ちょっと待って。熱いよ。このガチャやばい。熱すぎ。嘘でしょ？俺、ドラゴンクエストタックでこんなに熱いガチャ。まずこいつは10ポイントの数で。まずこいつは10、さあ何来んの？ A ランク。A ランク何来んの？あー、持ってるね。ラリホーね。ラリホーちゃんね。虹枠じゃん。嘘でしょ？何くんの？え？何くんの？あー、持ってるなー。なんだったら二凸だなー。なんだったらトロールキングは二凸なんだよなー。S ランクの二凸は確かに強いんだけどさ。なるほどなー。そうなっちゃうか。なるほどなー。まあでも S 出たのはびっくりだよ。S 出ただけでびっくりだよ。でもこれね、俺一つ言えるんだわ。ゾーマまだ出てなかった時に、こいつ出たら俺は切れてた。お前じゃない！あんだけ出たらもう出ないよ。次の確定枠、S が確定枠は何出るかが期待できるところですね。あー、でも金出てるね。パパッと飛ばします。バッサリ行くよ。え？え？え？金枠？勝ち、昇格？昇格するか！バッサリ行こうとしたら昇格したんだけど、今度は。まさかの昇格か。そうきたか。何？すべてのガチャのパターン見せてない俺、もしかして。さあ、A 枠は何来るんですか？あー、ガニアスちゃんね。こいつ優秀っすよ。こいつガニアス優秀っすよ。そこそこ優秀だと思うよ、俺ガニアスは。うん、結構使ってる。はい。じゃあ、次でラスト。S 確定枠です。S 確定枠は来るんですけど、何が来るかまではわからない。ここでゾーマが出たら神回。普通に考えたらそこまではいかんけどな。コンプリート。さあ、S 確定といってもゾーマ確定じゃないですからね。さあ、行きましょう！本日ラスト。どんな感じになるんだい？おっと！ハイパイもいいよ。さあ、行きましょう、最後。いや、もうゾーマ出てるから終わってんだよな、ガチャの。もうガチャの宿命としては終わってんだよな。つららさないもん。お前もよく突するよな。ゾーマと一緒に組めばそこそこ強いんじゃねえ、お前。動く石像。なるほどね。お前も3出身だったな、アポロン。え？昇格！お、昇格でボストロール来る。これ熱いぞ。ここから最後ゾーマ来たら超熱いよ。何来んの最後。さあ、ラスト確定枠何来る？ゾーマ来るか？ゾーマ一つ死んでもいいんだよ。ゾーマ一つ死んでもスライムエンブラうん、一人プレイの時にはめちゃくちゃ強いんだけどね、こいつ。闘技場だとそんなに強くないんだよな。はーい、というわけで。まあ、結果としてはね、ゾーマがちゃんと出て、ゾーマがちゃんと出たり、そこそこかなりいい引きしてる。無課金でこれはね、許されてはいけないレベルの引きをしてるような気がするんですけど、だいぶ引くことができました。ちょっとね、本当にびっくりしてる。俺がびっくりしてんだよな、これ。これはね、面白くない動画だわ。あと、いても面白いとこ一つあるよ。見て見て見て。エースケのこと。うん、十分面白い。こいつはずっと使えんな。
いや、やっぱエースケ、最初にヒート選んだ時は頑張ってんな、お前。